どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、今回はですね、プロスペースバージョン 2.4.0 アップデートと、最強決定戦についてのお話をしていきたいなと思います。まずアップデートについてのお話なんですが、今回のアップデート本当にいいアップデートでしたね。はい、一つずつ確認していきましょう。まず一つ目、スタミナのオーバー回復。まあ正直これは、他のソシャゲは大体あるので、まあ遅いぐらいだったんですが、ようやく来てくれたっていうところですね。オーバー回復してもその分も、スタミナとしてね換算されるようになりますよと。まあ僕としてはランクが上がるにつれてスタミナがね上限値が増えるとか、そういう風なシステムになればいいなとは正直思っているんですが、プロスピに関して。まあでもね、他のソシャゲに追いついてきたかなとは思いますっていうのが一つ目。はい、で二つ目いきましょう。高速試合の画面デザインが変更され、以下の事象が表示されるようになりました。はい、これねすごいいいっすよね。ダイソーとかね、そんなのも出るようになったし、何よりこのヒットとかそういうのが見えるようになったっていうのが非常に素晴らしいですよね。後で見ましょう。はい、でなんかさよなら勝ちとかした時に演出がね加わりましたよと。まあプロスピはねこのリアルな感じがいいので、こういうのも非常にいいんじゃないかな。累関デモとかもそうか。はい、で僕的にすごい大きかったのはこれですね。完全自動試合時のロード時間の短縮。これよくわかんない方いらっしゃるかもしれないんですが、なんとなく体感としてはわかると思います。はい、なんかね圧倒的にいらない画面があったんですけど、その圧倒的にいらない画面がねなくなって、要はスタミナ消費がもっと早くできるようになったっていう感じですね。5試合、まあマックス5試合ですよね。スタミナが100マックス溜まっている時にオートで、5試合やったら、そうだな、どれくらいだったかな、 1,2 分は早くね回れるようになりました。スタミナ消費することができるようになってましたね。びっくりしました。これお知らせ読む前に勝手にやったら、おーなんか早くなってるって思いましたね。はい、でマスクデータの開示、あ、選手詳細でねこれまで表示されていなかった選手の能力が見えるようになったと。まずは一つ目、弾道。まあ弾道がね絶対に設定されてるっていうのはもう分かっていたんですが、まあこんな感じでねタイプが設定されていたようですね。こんなに種類あったんだ。まあアーティストが一番いいだろうな。まあホームランが打ちやすいので、基本的にはアーティストとかパワーヒッターの方が ついてるとね嬉しいっていうところですね。まあ今までなんとなくこいつはホームラン打ちやすい、こいつはホームラン打ちにくいなんていうね議論起こってましたが、まあこれのことを僕らはね言っていたんだっていうことですね。はい、もうなので今後はこれ見れば一瞬だと思います。まあ今までさすがにね野手だとミート、パワー、走力、守備、この4つぐらいしか見る指標がなかったので、さすがにちょっと少なすぎましたねっていうところで、まさかの捕球、スローイング、肩力、積極守備、こんなものまでね、年齢とか、まあ年齢はいいや、こんなものまでどうやら設定されたらしいですね。まだ見てないんで後で見に行きましょう。はい、あーでもここで例えば菊池の例でありますね。菊池選手の例で弾道が中弾道、僕菊池を今極みにしてるんでね。ほう、捕球 E48、 確かに菊池ってそういうイメージですよね。守備は上手いけど捕球は低いっていうイメージあるわ。スローイング、肩、こんな感じらしいですね。ここにちょうど詳細があった。はい、でねこれ僕が今回いいなと思ったのは、さっき言ってた試合がさらに速くなったっていうやつと、オートでやってる時にそのヒットとかね表示されるようになったのと、3つ目がこれ、コンボ、あーまあこれもいいか、まあ全部いいんですけどね、これもいいと思ったよっていうやつですね。選手入れ替えの時にどのコンボが消えてどのコンボが新たに追加されるのかが確認できるようになったと。これね超面白い。僕正直結構 S ランク持ってるので、いろんな組み方ができるんですよ。でこいつとこいつどっちがいいのかななんて今まですごい悩んでた部分があったんですが、これでねいろいろオーダーが組めるようになりました。後で一例をお話ししたいと思います。はい、でいろいろページデザインとかも変わってるよと。で、あ、そうだ、この試練で結構いいのが、今まで試練解放チケットなんてそうそう僕使うことなかったんですよ。まあ別に曜日まで待つしっていうところで、別にスタミナは普通に消費するしっていうところでそんなに使うことなくて、もう大量に余っていたんですが、これを5枚一気に使うのかな、5枚使うのか、5枚まとめて使うと試練大解放を発動できるようになったと。試練大解放って何かと言いますと、まあ試練が一気に解放されるやつなんですけど、要はここに書いてるんですけどね、
イベントの試練大解放時と同様に勝利時に追加報酬を獲得することができますと、勝てば1枚増えるんですよね。コインはちょっと増えるのかっていうところで、普通に1試合分のね価値が上がりますので、まあ今まであまり大量に余っていて意味がなかった、試練解放チケットが意味、試練チケットかが意味をなしてくるというところで、まあ量アップデートかなと思います。これもで富の試練のコインの量が少しだけ増加しているようですね。ありがたい。でね、これも意外とねめんどくさかった。今までこの期限なしのね選手受け取るときに、今までねワンタップずつしていかないと受け取れなかったんですよ。だから30選手とか受け取るときめんどくせえと思ってたのが、20件まで一括で受け取れるようになったと。こういうなんだろう、これプロスピの運営、ほんとねいい運営さんですね。このちょっとした、あーなんかこれこうなったらいいのにな、ちょっとなーっていうのがすごい今回一気に全部改善された感がありますね。はい、これは素晴らしい。でごめんなさい、ここは読んでなかったや。プロ野球情報の機能追加、これ皆さん使ってますか？これ僕めっちゃ見てるんですよね。一球速報にその打席の時点の得点状況が表示されるようになりました。へー、試合日程画面の試合結果一覧に記号での勝敗表示を追加しました。ほう、一球速報の打球結果の着弾点情報をより細分化しました。へえ、すごいな。スピリッツ対決時の能力減少に関する計算式を調整しました。劣勢時の能力減少量がわずかに増加します。またじゃあスピリッツ重視の戦いになったのかよ。ほう、引き継ぎパスワードしようねと。ほうほうほう。あ、フレンド数が上限に達していても ID 検索ができるようになりました。これも大きいな。これちょっと鬱陶しかったんだよな今まで。すごいっすね、今回は本当にちょっとしたことから大きなことまでかなり修正されてる。すごい。これはなんかこんなにすごいすごい言ったら社員に疑われそうですけど、僕は全然一ユーザーなので、一ユーザーとして本当に不便に思っていた点がねすごい改善されてますね。いや、いいっすねこれ。巨人の一塁ベースコーチと三塁ベースコーチを変更しました。これどういうこと？一塁ベースコーチって最近までずっと井端さんだったよな。井端コーチじゃなくなったの？ごめんなさい、ちょっとそこの事情は把握してないんですが、まあ本当に両アップデートだと思います。とりあえず自操作オフで1試合やってみましょう。どういうことかいろいろわかると思います。よいしょ。あ、これ今ね、僕 V ロードはレベル上げたいものでやってるのでそんなに強くはないですよ。はい。で3倍速やめてこうやって見ると全部わかるんですよね。ヒットとか大谷がマウンドに上がりましたとか、これもいいですよね。この速さだと全然1打席1打席の結果がわかりますもんね。名前も下に書いてあるので、まあ高速試合をしつつも試合内容は楽しめるというところで、交代内容とかもわかるし OK、 いいね。でここでなんかもう1画面出てたんですよ今までは。そのもう一画面がなくなるだけでかなりね5試合一気にスタミナ消費するときとかは大きいかなと思いました。はい、まあこんな感じですね。これもいらないんですけどね、正直言ってプロスピフェスタのちょっと鬱陶しいな。はい、で最後に行きましょう。コンボのお話ですね。例えばこれが今の僕のリーグオーダーなんですけど、投手今抑え松井裕樹が抑えのピッチャーなんですけど、まあスピリッツ的にはこのままでいいんですが、例えばこれをさっきサファテの方が能力高いしサファテに変えてみたらどうなるのかなと思ってね変えようと思ったんですよ。まあもちろんスピリッツは75落ちちゃうんですが、コンボ見ると変幻自在っていうねかなりいいコンボがねこれで発生するようになるんですよ。で消えるコンボはなしということで、こっちの方がいいんじゃないかなとかね。まあ他にもいっぱいあったんですけど、こんな感じでね、こいつとこいつどっちにしようかなと悩んでいるところをこう変えてみて、あ、これだとコンボが1個追加されるのかとかいう新たな発見がすごいたくさんあったので、個人的にねこれだけで2時間ぐらい遊べるぐらいね楽しかったなと思います。はい、っていうのが今回のアップデートのいろいろなお話でしたね。で最後にちょっとだけこの最強決定戦っていうやつのお話したいんですけど、これってチャレンジカップとほぼ一緒じゃないと思ったんですけど、まあチャレンジカップは要はスタミナを消費してやるから V ロードの派生で、最強決定戦は逆にリーグの派生っていう感じかな。あとは報酬の受け取り方とかが
違うっていう感じか、ランキング報酬なのか累計報酬かみたいな感じで、まあけどあんまり違いが感じられなかったんですが、まあ最初は何でもいいということでね、今のリーグオーダーのガチオーダーでいこうかなと思います。まあ今後どういうのが来るのか、これから楽しみですね。どんな縛りでやろうと言ってくるのかが、ちょっとチャレンジカップと含め、まあ楽しみかなと思いました。まあ正直言いまして、最近のプロスピかなりマンネリ化が進んでいるなと個人的には思っておりました。イベントが来ても基本的には同じものの繰り返し、そしてゲーム自体にもなかなか深みが出てこなかったんですが、まあ今回のアップデートでね、選手詳細にまずね、いろいろ加わったっていうだけでかなりね、深みが増えましたし、コンボとかもかなり、入れ替えでどう変わるかとかが分かりやすくなりましたので、いろんなことを今後考えていけるかなと思います。またイベントに関してもチャレンジカップであったり最強決定戦であったりね、今までになかったものがどんどん登場しているので、まあちょっと僕も冷めていた熱がね、また上がってきたかなと思いますので、夏休みも引き続きプロスピの動画も頑張って撮っていこうと思います。皆さんぜひとも夏休みもプロスピの動画楽しんでください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、夏休み一緒にプロスピ楽しんでいこうという方はぜひとも高評価ボタンを押していってください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。